はい、おはようございます。あまちゃんです。今日からカーボディプリートという作業に入ります。カーボディプリートっていうのは、体の中のエネルギー枯渇させて、で大会前にカーボをしっかりとって、で体を張るための1段階目の、作業になります。で今、朝6時過ぎなんですけど、いつも通りの胸肉を入れて、今日からちょっと脂質を多めにとってカロリーを稼ぐために食事内容を変えられるので、まあ辛いとは思うんですけど気持ち的には楽です。とりあえず茹でた胸肉 650g、 これ1日かけて食べていきます。卵双子だ、綺麗、割れたけど。はい、で今、朝ごはん食べ終わりました。朝ごはんはこんな感じ、卵とツナ缶とあと鶏むね肉ちょっと食べました。あとサーモンちょっと食べました。で今の体の状態はこんな感じです。まあまあかなっていう。腹筋に血管は出てるんですけどね、もう少し削れるんで、これからお昼のご飯も調理してトレーニングしていきたいと思います。では、はい、では調理していきます。絶対おいしいでしょ。本当はローストビーフ用なんですけど、実力がなく焼いてます。明日はローストビーフにしようかな。頑張って。ちょっと味見してみます。うめえ。2、3ヶ月ぶりの牛もも。頑張れる。はい、でこれが牛ももとさっきのスクランブルエッグです。でこれとあとブロッコリー食べて1日の食事がほぼ終了。夜にサラダと納豆1泊食べて終わりですね。で3日間その生活を続けて体を枯渇させていきます。体の変化はどうなるんでしょう。はい、今トレーニング終わったんですけど、まだ血管が出てて、ディプリートはトレーニングで血管が出なくなったら成功ということで、これから3日間かけて血管が出ないぐらいまで追い込んでいきたいと思います。はい、でトレーニングも終わってここから学校行ってきます。今日のトレーニング山場越えたんで、あとはちょっと休憩してまた明日につなげていきます。はい、カーボディプリート2日目です。昨日と同じような朝飯食べて、今日はまあ内容は一緒なんですけども、ローストビーフみたいにしてみました。今日も食事が楽しみです。トレーニングきついけど頑張ります。おはようございます。3日目の朝です。今体はこんな感じ。もう結構力入んなくて、今朝歩いてきたんですけど、やっぱり結構きついっすね。これから朝ごはん食べて、今日はちょっとゆっくりしてから
最後のトレーニングいきます。はい、でリプリート3日目で今ご飯食べたんですけど、これからトレーニングしていきます。今日が大会前追い込み最後のトレーニングなんで、ちょっと頑張っていきます。ほっ、はい、今トレーニング終わりました。で今日は全身を枯渇させるってことで全身のトレーニングだったんですけど、多分一番きつかったです。もう手にも力入んないし、体も全然張りないし、もう音楽ガンガンかけて騙して乗り切った感じです。でまあこれで成功なのかなって、リプリート完了って感じなんで、明日の朝歩いて明日の午後からカーブ入れて丸4日間リプリートを終えて大会に臨んでいきたいと思います。またコンディションチェック乗せていきます。はい、リプリート最終日の体の調子はこんな感じですね。結構やっぱりしぼんでる感はあります。あんま結果も出てこないですね。最後になるとこれでカーブ入れて大会を迎える感じ。もうひと踏ん張り頑張ります。1回目のカーブリプリート、完全にしぼんだんで、まあ成功かなっていう感じです。ローディングします。